スピナディロースらのロゴも。じゃあ行くよ。それ。あれ、あそこにいるのってティナリとコレイじゃないか。みんなに挨拶しようぜ。各自の担当は覚えたね。もう一回念を押すけど。心配すんなって。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。よう、みんなここで何してるんだ。うわ、私何も知らないし何も話してない。秘密。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン。なんか神誕祭に参加するためスネ、うん、お祭りの間は盛り上がるだろうし、うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって。かつて教練員がおかしひひ、オイラたち大…それはそうと、さっきは何の話をしてた。近くに。実は、クラクサナリデビ様。うわぁ、ええ、ん、ああ、ドニアザード、ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せそうだな。コホン。とにかくそれで具体的には何をす。クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから。フロート社のパレードの後は誕生デザインの方はカーベに。ま、そうそう、ここまで。だったらキャンディス。ええ、最近はあまり砂漠からご迷惑でなければ。水臭いこと言って。おお、パでは、おこ、よし、決まり。なんだかわしだ。アイス。
ちを捨てに来た。助け出し三条火に気をつけ。グオパー火を吹け。話がつドリフトさて、熱々でしょ。ドリュ5時の炎出発。やっ、火に気をつけろ。よし、どよめく進学か。俺が守るよ。命を捨て出し三条。それ話が通じないならただじゃあ行くよ。わけ山の地これでどうだ。今回は大物が出る。5時の炎グオパー火を吹け。どよめく進学火炎を刻め。火に気をつけろ。俺が守るよ。師匠の技を喰らいなさ。わけ山の地出発。何か来たよ。それよ、熱々でしょ。助け出し三条。じゃあ行くよ。料理の時間だよ。ドリュ響け学の音。話が通じないなら五時の炎加速するよ。ザブザブサメとアタック。火に気をつけろ。熱々でしょ。ドリフト構えとけ。難攻不落。プッチング。ねえに答えよ。チャック。じゃあ行くよ。わけ。山の地。行った。どれ。あら。くれ。岩山八九天道。ここにある。だ。八九のことす。一個先。行った。す。くれ。なら。
難攻不落。追いつけまい。しっかり構え。ガンザン八九。強攻。俺様に任せろ。砕きやがれ。じゃ。どうぞこちらへ。なんだ来たわよ。あら。オラオラオラ。タッガン闘牛。剣女盤石。いった。あら。じゃ。器用のおとりだ。お前の出番だぜ。カット。ガン闘牛。難攻不落。じゃあ行くよ。補欠陣。俺様に任せろ。砕きやがれ。ふん。じゃ。ドリア、ドリア、ガンザン八九だ。強攻、先生こっち。器用のおとりだ。じゃあ思いっきりやってあげる。捕まえたぜ。オラオラオラ、ガン闘牛。やら、でかくはしないよ。はっ、あら。剣女盤石。俺様に任せろ。砕きやがれ。ドリア、ハッ、ハッ、ドリア、クッ、トゥ、タッ、ハッ、ガンザン八。器用のおとりだ。じゃ、カプトゥ。お前の出番だぜ。三丁。それ、みんなは俺がま。じゃあ行くよ。響け、格のね。五時の炎、炎の盾、全力攻撃だ。ローズクラッカー。スピナディロースが特注版よ。気をつけなさい。わけ、山の地、言った。俺が守るよ。くらえ。みんながそばに。打ち続けて。うん、気をつけなさい。堂々不意打ち。みんながそばに。どよめく進学、火炎を刻め。どれ。よよ。気をつけなさい。やっほー。ローズクラッカー。スピナディロ。俺が守るよ。全力攻撃。じゃあ行くよ。気をつけなさい。
理します。助太刀三丁。それみんながそばにいて退路はない。八神に報いるために、青龍の烈焰で口よく何ちらを照らそう。一切合切燃やし尽くせ。我に光。やっ、五時の炎、炎の盾、燃えろ。全力こ厳命権限。何時の魂を我が輩に捧げよ。はあ、返事もろくにできねえのか。まだ永遠に黙らせてやる。俺が守るよ。くらえ。みんながそばにいてくかかったな。我が名を福井区の方に最高選手助太刀三丁。それもうやしせ。みんなは俺が愉快爽快。どこにいるのか聞かせてもらうよ。貴様の旅はここまでだ。さあ清掃を開始。炎の盾くらえ。俺が守るよ。全力攻撃だ。死での旅路。何時の魂を我が輩に捧げよう。あ、返事もろくにできねえのか。ほら永遠に黙らせてやる。ここまでだ。助太刀三丁。火に気をつけろ。みんなは俺が守る。再構成します。みんながそばにいてくる。イカズチに無我の境地。やっ、ふっ、だっ、せっ、せ、見切りました。せっ、燃えろ。全力攻撃。稲光、すなわち永遠なり。せっ、ふっ、やっ、分け山の地。みんなは俺が守る。浄土を開墾せしろ。ひゅっ、ここより弱滅の時。しっ、ふっ、せっ、ふっ、ふっ、やっ、ふ。全力攻撃だ。雷戦裁きの雷槌。やっ、ふっ、せっ、稲光、すなわち永遠なり。見切りました。じゃあ行くよ。せえ、みんなは俺が守る。千なる雷光、死ね。無我の境地。ふん、はっ、やった。はっ、はっ、ふん、裁きの怒り。全力攻撃。た、せえ。イカズチに刺さ、稲光、すなわち永遠なり。ふん、せえ。響け、楽のない。みんながそばにいた。
香りを全部かき消す勢いだぞ。ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。パール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。値切りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。いえ、何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。いらっしゃい。何にする？家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ。よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で2万9000モラだが、2万6000モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？え？それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。ではそもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスってオイラたちより値引き。それから他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全。ああ、ありがとう。だが今日新しくね。うわっと煙がですか？あ、平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。コンロは後で点検してみてください。いや、大丈夫。今日中にコンロを修理しとくから、家臣探査当日の注文には無理せず安全を優先してください。内金は。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その私次はキャンディを作るのに必要なフルーツ。うん、久しぶりにオルモスコーに。え、確かフルーツ店はあそこだったよな。キャディス、大丈夫か？危ない。お怪我はありません？何かあったのか？あそこの箱が急に。君、お父さんとパパとママはもう大丈夫。早く親のとこに。うん、ここに箱を置いたのは俺だけど。道路脇に重いものを積むな。すまない。すぐどかすよ。はあ、助かったよ。お気になさらないでくだ。家臣探査の間は買い物中だったんだろ。キャンディス、さっきはすご。実は。ええ、先ほどのコンロの事故も。そこの琥珀色の左目をと。しかし他の人は。いえ、
このゲ特には何も。強いて言うなら道端で綺麗な宝石を買ったことぐらい。おお、確かに。あなたも気づきましたか。余地がその可能性はあると。そうですか、何らかの助他のやつ過信探査の。それにちょうどありがとうございます。とりあえず商人もしかして。そうそう、上質なものを揃いましたから、ご心配なく。あ、あと新しく仕入れた品もあります。え、いらない。あ、構いませんとも。ダリー、あらあら、どちら様かと思えば私の大事な、あ、大事なお客さんじゃありませんの。ご用件は何でしょう。私サバ。いえ、誤解なさらないでください。あら、情報を求めて。ああ、何なりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし倍の値段で。いや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 、免税対象でもありますから。実は今朝変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。ああ、人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。もちろん万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてください。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密。よろしければ値段をご提示いただけませんか。あらま、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 あ、潔いですわね。ちょいとお待ちください。20万もら、20万もらでいかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示。構いませんわ。5万モラでどうでしょうか。なあ、などうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理絶対無理ですわ。そうですか、仕方がありません。あ、そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部ぜ、ビジネスチャンスがこのペンキャンディス。ひょっとしてハール村のために攻撃を行おうと。あ、うん、ははは、はい、わかりました。ま、今回はただ働きのつもりでお引き受けします。本当ですか。さすがスメール切手の大商人。もちろんですと。もアール村のガーディアンとの友好関係を築くために損を
覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、サップ、あ、サップ、サップ、うん、はあ、宝石職人へのおもてなしは、はあ、情報を集める時間が必要ですので、はい、ま、本当にありがとうございます。ドリーさん、旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策。そうか、そんなことはありません。ドリーさんも全てが順調。はあ、はあ、え、キョンティス、もう来てたのか。ドリーさんならたった今ここをお離れに。ドリーさんはアール村の通行所。あいつ、それで宝石、ええ、す、ただもっと、もう一つ発見当時、宝石、じゃあその片割れは。私もそれがちょうど今朝。その事件、まだ確かなことは言えません。その可能性、こうなったら現地で調べてみるしかなさそうだな。ディシアに密定、あ、もち、何言ってんだよ。わかりました。多少はムラになるはず。さっさとしまっとく。事件はこの辺りで起きたはずです。全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか。砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱い、割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板、あちらにある痕跡は、手がかりはあちらの方角を示しています。
じゃあ行くよ。はあ、なんてこった。わざわざ返品。すみません、ちょっとお尋ねして。誰だ？アール村のガーディアン、キャンディスとも。おい、何ビビってやがる？ガーディアン。そう。すまんすまん。みっと。いえ、さぞ辛い思いを。ああ、あまりに悔しかったからな。食料もあまり残っ、どんな荷を運ばれて。危険物だよ。え？何言ってんだ、花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろ。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。はあ、すまんな、こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。花火をどちら。砂漠にある集落さ。過信探査の俺らみたいな小さな商売をしてるところも。なるほど。ああ、別に構わないぜ。あたり一面のつる草に。あ、つる草？砂漠につる草が入るわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。その後急に空から爆弾が落ちてきた。ば、ば、黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも。こいつのことは気にするな。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。強盗の姿は。いや、あの時は逃げるのに。ああ、でも見ど、もしかして。そうそう、そんな感じのだ。あん、おおよその状況は分かりました。しかしここはやはり安全を優先し。あ、分かった。では失礼します。行きましょう。ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん。ええ、同感です。先ほどの人は、そして今、悪党同士。ありえる話です。あなたの心配を思っていたより。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になる。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。セノ。ああ、公務中でな。え、もしかしてセノも。俺なら平気だ。いいのか。味はどうだ。先ほどの話に戻るが、そうか、すでにキャンディスと調査中。詳細はキャンディス。分かった。そうだ、これ。おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その他、何かか砂漠の積年の実は。え、嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。本当か。そうか。鈴木は鈴木だが、オイラもだ。尋問、何の話ですか。キャンディス、やっと戻ってきたんだな。どうかしました。変わりないか、旅人から事の経緯。ただ午後。午後ですか。わあ、キャンディ。セノさんもサプライズ系。言おうとしたが、お前たちが遮ったんだろ。おかげでダジャ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ誤解が解け。それとこれは俺が。あ、任せろ。ああ、
仕事モード以外のセノさんに会う。通りで仕事モードだって言うのに。ダジャレを。キャンディス？まさかまた未来が見え。ええ、あちらの路地から人が2人現れるのが見えました。しかもな、不穏な話。いいえ、残念ながら予知で見えた。ばなら、かっ、詳しくない。サイン、爆発が起こる。おい、キープ。もう少し。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？なんでお前たちが？一体どんな恐ろしい計画を。爆発とか。想像は思考に由来する。君がそう考えている。パイモン、何を考え。だから問題はそこじゃないと言っているだろう。僕とは一日中ずっと行方不明だと、そっちが先に言い出したんだろう。あれはつい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせる。教令員の新入生たちが。そんなわけない。そして機械としての生涯を振り返ったら、ますます。おめでたい。そでもメラックは。それで君はあいつを探すためにオルモス港まで来て。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしい。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。ああ順職務外のこ。それもそうだな。爆発。ああ、もちろん本食品工学の論文をサインを出すことで爆発の対フラクサナリデビ様の、うん、ああ君たちは。それ私が説明します。未来が見える能力。うん、その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、おそらく、もしキャンディスが見た光景が過去。ジャハンギルは、ま、それから過信路地裏で花アルハイゼンさんのおか奇妙な現象。そうだ、それもあるな。確かに現状もう一つの視点か。ああそうか、メラックは天才的。確かに君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ今ん、えどこに行って。店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。あ、買えなく。キャンディス、どうかしたの？いえ、ただアルハイゼンさん。あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かないか。ちょっとした謎謎さ。ああ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。そっか、じゃあ。うん？もう来ないのかと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について。キャンディータワーを作るして、解決策はあったのか。ええ、バッチリです。うむ、あっぱれじゃん。仕方ない、わかったならはよ。そうじゃカーベ、こんなに早く。これくらい、ほれ持っていけ。うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない旅人。
君が試してみてくれないか。旅人とファルザン先輩の次はいよいよ制作じゃ。コライとオディシアは二人はドニアザードいっそのことスメールシティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから散歩の途中で。その点ここならそこそサプライズを用意して。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。どうかしたのかしら。カーベ。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。確かにこのファサードも改めて見たらあり。お前パパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが。そう、あなたもです。もしよかったらデザインを見あら、何か都合でも悪いの？みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。ニーラ。はい、家臣探査で披露する演目を。そう、ならすぐに向か。いえ、クラクサの。もちろん任せてちょうだい。じゃ、私はニーローと一緒に。危なかったぜ。すまぬカーベ、さっきはつい変なこと。わしは言う。ええ、もちろん。そうそう、カーベ。ああ、もうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる。あ、はい。もしわた。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もう念のため集合場所は
ハルディス今すぐ移動、うん、そうしよう。カベ、お前がデザイン、はい、後輩を叱ったりはしないって言うけど、いや、先輩は今も。じゃあ決まりだ、明日は。砂の海だって海だ。ただの芝居だった。送信様は多分気づかなかった。気の毒に和光。おかしいな、なんでここに快楽が現れるんだ。寝坊でもしたのか。いや、そんな来る途中ですれ違った可能性は。いやで、あれミーローさんがまだ、え、ただそれがちょっとおかしいんだ。ニーローはいつも早めに、もうとっくに出かけて。セノは、はい、だから心配しているのです。あの日、危険物を輸送するキャラバン、貨物が全て奪われ、キャラバンは確か宝石についても、とにかく状況をまとめると。でも三つの出来、もし相手の旅人ティナリはパルディス、うん、まずはグランドバザールに行こう。ニーローがどこ、行くよ。君たち、どうしたんだ。ニーローがどこに行ったか分かる。ニーロー、今日は友達の手伝いに行くと言って早くに出かけたが。一人でか。どの門から出たか見なかったか。ああ、一人だったぞ。そうだな、確か北門だったはずだ。パルディスティアイとは真逆の方向だな。何かあったのか、こんな肝心な時に。冗談じゃないぞ。ズバイルさん、もしニーローがグランドバザールに戻ったら、パルディスティアイの者に伝えてくれないか。ああ、まあ手が離せない用事ができただけだと思うんだが、とにかく早く向かってくれ。解決したら俺にも知らせてくれるか。ああ、必ず。さあ行こう。北門を出て誰かに聞いてみよう。
ネビダ。ニーローさんですか？町の外。ええ、あちら。後を追いかけてるやつ。いえ、私が見かけた時は一人でしたよ。挨拶もしてくれ。分かった。じゃあ行くよ。やった。ちょっといいか。セノさん。まさか砂漠で男の顔は見たか。すみません。さ、そうか。かしこまりました。引き続き進もう。途切れちゃったんだ。足跡がいくつかあるよ。いや、足跡が俺たちはもし何かは石？なるほど、ありがとな。そういや、さっき、ああ、とりあえずセノとキャンディスに情報を伝えよ。じゃあ行くよ。アシュバッタ神殿の方向へ。地面の痕跡が示し、どうやってわかったんだ。ああ、それでは出発。またビジョンを。はい。でも二人のか。ニーローの声だ。あまりにかすかで。多分。この辺。あそこ。あ、ニーロ。遠すぎて聞こえないようだ。あっちに行こうぜ。こんな遠くまで来ることになるとはね。そろそろ着く。ニーロー。ニーロー来てやったぞ。悪いやつに。あれ。おや。なぜお前が。僕がどうかした。みんなどうしてここ。なんでみんな質問ば。騒がしいわね。静かな場所で練習することもかな。そうだしゅ。我がエッサンシュ。シロフラ、お前らこのちょっと誰が赤フラよ。このソルシェは高貴なる彼霊光の勇者なんだから。こいつは甘露会で知り合った彼だ。あれ、セトスさんが身につけているのは。え、このウジャトの目のかけらのことかい。え、
もう一つの宝石。ウジャとの目。そしてじゃあ今は謎かけをしてる場合じゃない。え、また伝言そのようなも。ラッシュヌのやつ。ラッシュヌって誰だ。伝言を頼んだカレーだよ。だちょっと待て、いろんなことが起こりすぎてよくわからないぞ。とりあえず整理しようぜ。まずニーロはどう。それを説明するには、そ、あいつらが来るよ、サルシュ。ふん、欲張りなやつら。元気出しなさい。あいつらを懲らしめてやらなくちゃ。安心し、うん、じゃあソルシュ、あいつらが通ったら。恐怖で震えるがいいわ。ん、なんだボス、台車が。え、今よ。くらいなさい。爆弾だ。空から爆弾が降ってきたぞ。やーくたばりなさい。その辺にしておいたらどうだい。あら、何時は何も。僕はセトス。貨物は全部壊したみたいだし。ちっぽけ。高貴で偉大なるカレーよ。ふう、なかなか見る目があるよ。でも次にこのような。その後すっかりソルシュと仲良くなっちゃ。お前って本当。このガイドの仕事は高く評価し、責務？通りすがりのものから、今はちょうどクラクサナリデビ様の生誕祭。ズルバーン先輩がいろいろ考えた結果、彼の言う。来る途中で家臣の舞の人選はもう決まった。ふん、会わない方がマシだったわ。まあ運百年も受け。でも昔の家臣の舞が見られるって聞いたから。だってこんな機会めったにないでしょ。そういうこと。私もそういうことだ。ずっと追いかけてきたけど結局。待って待って、例のキャラバンのことを忘れない。砂漠を破壊する者、おそらく。だからアール村を通らないこんな偏僻な場所を選んだのか。恐怖に震えるだけでは済ませませんから。キャンディス、お前。そういえばキャンディスさん、君はもう半分の。そうそう、キングデシェレトのアフマル様が。その通りだ。君もその伝説のことを。ちょっと記憶にあっただけだ。ああ、僕も最初はこの宝石がちょっとと。初めての家臣探査が開かれた時、道沿いにキャンディーを残して、クラクサな不思議に思ったクラクサナリデビ様が、二柱の神様は三柱が一緒に過ごしてきた素敵な。しかしカーンルイヤの最悪の後、レイコーはクラクサナリデビ様によって慎重に作り変えられ。つまりキャンディスが見たのは。初めて手に入れた時は僕も驚いたよ。その力は特別で、アフマルの民もう壊れてるけど。もしかしてこの前ぼんやりと聞こえた言葉は、ウジャとの目の二つのかけら。キャンディスさんが許してくれるなら。ふた、ええ、それはクラクサナリデビ様のものなわけだ。それはやめておいた。宗神様が覚えているかどうかはさておき、あなたたちの意図はまだ完全には理解できて。それよりさっきからダラダラと喋って。それもそうだな。俺も他のマハマトラだ。僕はここに残るよ。みんなを心配させちゃってごめんね。よーく見てな。はい。いい？こうして。じゃあ行くよ。
お、やっと戻ってきたか。もう少しで傭兵のな…どうだった？大丈夫だ、何もなかったぞ。そういうことだった。そっちはどうだ？カーベは設計図を渡しに来た。あんたたちがいない間にキャンディ…念のため後でもう一度か…とにかくよかった。あ、パレードといえば卓教霊院が各学院の代表で話し合った結果、よかった、よろしく頼むぜ。あんまりプレス…そういや、ええ、おお気に召したらいつでもある。そうだ、宗神様の花の騎士がフロート車を飾り…ひひ最近、みんなが私を避けている気がする。いいえ、彼誕生日。この特別な日には、素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そして、お待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ。出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれ？あれはパチサラか？花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、
ナヒーダは目を開ける。そして言う。こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯！やはりわしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃな。先輩。キャンディータワーがフロート車にぶつかったの。それくらいいいじゃない。そういえばありがとうございます。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポ…え？急に…なるほど、ウジャとの目…研究のためにか…いや、いい。そういった品は…へえ、君なら珍しがるかと思ったけど…一目見るには…もうちょっと外を出歩く…もし宝石の鑑…そういえば…いい質問だね、考え…もし本当にそう…はあ、いや、聞いた僕が報告書をリマインドといえば、おい、そうかい。今こそ七世コレイが呼んでるみたいだから先に。はあ、カードゲーム。みんな楽しそうだね。ええ、一生の中で宗神様の命は長いものですのに。そんなことないわ。そのし、あなたはソルシュというのね。それはお気持ちだ。そうなの。でも、はい、私も。そう、本当か。そう考えると特にナヒーダがアランナラを呼び出したと。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねって。あの、それでアランサカに会った時あんなに。でもスメールのみんなは夢ね。ナヒーダ。いいえ、な、でも、はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、わしの靴を踏んで。うぅ、すみません。シロフラ、ここはカレーセクン。こいつの隣。なるほど、写真ね。そんなことを経験したことはないけど、この瞬間が。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし、3、2、1、誕生日おめでとう。